皇居の航空写真。半蔵号都道館堀に囲まれた森が吹上漁園である。1979年撮影。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成吹上漁園は皇居吹上地区にある漁園。敷地の多くは森林となっており、その中に御所等の建物が点在する。 地理上の位置は、武蔵野大地の東端、海岸沿いの土地である。現在は、皇居の一部であり、道館堀を挟み、旧江戸城西のマルチ区の西側に隣接する。主な建物として、第125代天皇、昭人、皇后、道子の御所であった、吹上戦闘御所、昭和天皇の御所で、昭和天皇崩御後の皇順皇后の皇太后としての御所であった。 吹上大宮御所、宮中三殿などがある。江戸城築城後には、万州大観州や清洲藩の松平忠義の屋敷地があり、その後は徳川後三夜の大名屋敷が建築された。1657年1月、明暦の大火で全焼し、当時財政難であった幕府はほぼ壊滅状態であった江戸普及に際し都市の再建を優先。この辺りは、 江戸城への類商を防ぐための火予け地として、日本庭園が整備される運びとなった。明治維新では一時荒廃したが、その後庭園が再建され、さらにゴルフ場も建設された。吹き上げ御園の天気となるのは1937年で、昭和天皇がゴルフ場の使用を止め、自然のまま残すように希望したため、以後森林が形成された。隅々まで人の手が入った。 旧西のマルチ区とは、対照的に、手つかずとなった吹き上げ漁園は、都心においては、驚異的な、あたかも人口の原生林とも言える植生を、形成、さながらビオトープのようになっている。スダジー、赤菓子など常緑樹と胃腸、ケヤキなどの巨木が茂り、臨床には、紅葉樹の下には、アズマシライト層、カモメギクなど貴重な植物が見られる。これら植物は、 かつての日本庭園の樹木がそのまま大きくなったものや、昭和天皇が植えたものが、野生化したもの、さらに自然に発生したものなどによって複合的に形成されたものである。また、吹上漁園の湿度は、近くの気象庁の測定値に比べ、およそ10から20%ほど高く、衛星の観測データによれば、吹上漁園を含む皇居の森で作られた、 高湿度の空気が大気を冷やし、銀座、日本橋辺りまで流れ込み、ヒートアイランド現象の抑制にも役立っていることが判明している。毎年5月の休日に、区内庁によって一般に公開されている。ありがとうございます。